人くんの100万円流し旅中断。南の島でのサバイバル。これは仕事で南の島に行ったワイが分け合って帰れなくなってしまったため、今までの旅での収益を使わぬようサバイバルキャンプを行ったシンガーソングライターのドキュメンタリーである。がしかし、そうです、悪天候とキャンプ地の封鎖、今回からは短編集ということで、今回は海んちの優しさの巻。お風呂入ってますね。いや、選曲よ。朝食。さあ、このサバイバル旅ではおなじみ金ちゃんヌードルでございます。タクト君、普段ねカップラーメンとか食べないから、結構これカップラーメン慣れしてきましたよ。美味しいですね、これなかなか。そしてお湯を沸かせばできるので便利。何何、どうした、何か見つけた、何何を見てるんだ君は。いや気になるな。はい、というわけで島バナナをつまみながら今日は海岸で釣りをします。海岸からね遠くへ餌をつけて投げてます。それをひたすら待つという釣りの方法。島バナナすっかりハマってます。タクト君、何が見えるのかな。10時間後。おや、反応かかった。さあ、おっ、さあいけるのか、いけるのか、来てますよ。結構引きが強いですね。その中腰なんとかならんのかね、その中腰。来てる来てる来てる。さあ釣れるのか、釣れるのか、タクト君。さあ戦っています。さあ前回のリベンジですよ。前回逃がしてますからね。はい、残念。さあもう完全に漁港ではね、原始人でいると絶対通報されちゃうんでね、普通の服着てますけどね。さっきもまあビーチでも普通の服着てたんですけど、南の島といっても夜はまだ寒いんですよ。待つね。なんか釣れたのかな。もう普通の釣り人ですよね、こうなっちゃうと。あ、餌だけですね。あ、あ、すごい、ほらちま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 、お、食べられてますね。結果、あの目は分からんけどね、食べられはするさ。そうだろうね。刺身、これ見ろ、お、サンマゴしてるさ。この国の魚釣ってるぞ。半分のサンマゴしてる半分さ。これ刺身すると、あ、お待ち、待ち。これ刺身で食べられるの？すぐ食べれるよ。いや、で、あ、ほんと。うん。で、これがトマトとバナナ？でもこれ1個ずつね。島バナナ。うん。ありがとう。ありがたいね。というわけで。夕食。浮かれてんな。わ、すごい歯が、肉食ですね。魚、すごい、これ歯が鋭い。まずはですね、この魚を洗います。ヒレを切って、ヒレを、危ないからトゲトゲしてるからね。で、鱗を剥ぎます。水でやると鱗飛ばないんで、水流しながらやると。で、ここのエラの部分ね、こう首の下を切って内臓を取り出します。内臓取り出したらお腹の中をきれいに洗いますよ。これ内臓がね、破裂しないように取るのがコツです。で、塩を振って、串に刺して塩を振ります。サバイバルっぽいね、これすごいサバイバルっぽい。あ、どうですか、っぽいでしょ。これ後で食べます。さあ、そしてメインディッシュ、いただいたお魚でパスタを作ります。ニンニクを潰しますね。もう料理し慣れてないから、もう見てて怖い。はい、ニンニクを潰したら細かく切って、この銀のやつ、銀のやつにこのヌルヌルしたやつね、ヌルヌルしたやつを入れます。ぬるぬるしたやつの中にすらしたニンニクを入れます。ぬるぬるニンニクですね。はい、そしたらですね、この後もらった、海んちにもらったトマトを切ります。ざく切り、もうどう切ったらいいのか分かんないからね。ざく切りして、トマトもこのぬるぬるガーリックに投入します。ぬるぬるガーリックトマトですね。はい、さらにこちらに、バジルソースですね。このバジルソースをかけまして、いただいたお魚の刺身で食べられるって言ったんですけどね、さすがにちょっとサバイバルなんで怖いんで、火を通したいと思います。はい、乗せました。はい、そしてお得意のパスタでございます。下手くそ、全然お得意じゃないじゃん。で、この湯切りね、このですね、危ない湯切り、ざるないからね。で、さっきの銀のやつをパコンって包み焼きにしてる間に、さっきの歯の鋭い魚を焼いています。
はい、できたのでここにパスタを投入。相変わらず量が多い。お魚もほぐして、バジルとトマトとお魚の出汁が出てるソースの中にパスタを入れます。はい、でこちらで出来上がったのがこれ。美味しそうだし、おしゃれ、ひときわおしゃれ。実食、いただきます。はい、いただいてください。熱いね。さあどうですか、お味の方は。食べるね、魚。はい、そして続きましてパスタ、量が多いなこれ。うん、味は魚美味しい。パスタの味を聞いてんだよ。魚は美味しいよ、海んちからもらったんだもん。料理云々の前に、うん、僕がまず勉強しなきゃいけないのは、うん、量。ごもっとも。チャンネル登録よろしくね。